阪神王軍勢初の2桁得点、10対9でランダ先制しに勝目。勝ったで。バカ試合勝ったで。どんでんもにっこり。勝ってきた。やっと勝てた。ほんまなんちゅう試合してんねん。てる何かかっこよかったな。 W トラホー、おもろかったわ。勝っても負けてもランダ戦がいっちゃん現地おもろいやろな。しかもホームラン計4本。サトテルはちゃんと反省して結果出すからかわいいな。ユーズベルト声 WW。 楽しかった。開幕が待ち遠しい。久々の打ち合いで面白かったわ。野球は点入らなきゃな。テルホームラン&4安打、森下ホームラン&タイムリー、前川全打席出塁&長打最高や。バンテリンの高校な球場来たら錯覚起こしてまうな。佐藤と森下でポジれるな今日は。大山近本はなんか仮にダメでも安心感あるよな。アイブラックはベックホームランだからな。2人とも打ちまくりでシーズンまで取っておけと言いたいレベル。今日は打線が爆発してよかったけど、明日も爆発すればよっしゃこれでいけるぞという雰囲気になりそう。サトテル、森下に当たりが戻ってきたのは朗報だね。あと心配なのは中野ですが、開幕には合わせてくると思う。村上と中野はかなり心配だが、シーズンにつながるいい試合になった。大山が早めに退いたのは小野寺を使いたかっただけ。それならいいけど。カーネルおじさんに捧げる逆転勝利。楽しい試合だった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。